こんにちは、フィエルテです。今日もアルコールインクアートを描いていきたいと思います。今回はセディアの商品クリアケースを利用して小物入れを作っていこうと思います。私の場合は、まず、大体どんな色か、この色がこの色に合っているかっていう調和を確認して、まず簡単にドライヤーでアート描いていくんですね。で、これが終わったら、濃淡を意識してしっかりと、インクの模様をですね、周りに広げていくという作業になります。それぞれがそれぞれの描き方があると思うんですけれども、だいたい大理石風だったりとかふんわり感だったりとかいろんな、線を出したりとかいう模様があるんですけれども、今回は春を意識した、ちょっと空模様というイメージで、アルコールインクアートを描いていきます。ではゆっくりご覧ください。いかがでしたでしょうか。カラフルなイメージになりましたね。セディア商品のクリアケース、底の部分と上蓋の部分に貼り付けていく作業ですが、下の部分は瞬間接着剤がおすすめです。上の部分は、スプレーのり、ダイソーさんやセディアさんにも売っていますので、スプレーのりをまずアートの上に UV のスプレーをした後に吹きかけていただいて簡単に貼り付けると良いと思います。はい、では続いてこちら、先日黒のユポシでお花のアートをご紹介しました。
今日は白の予防紙を使って、リアルに壁の部分を再現する方法をご紹介していきたいと思います。こちらも完成したらクリアケースに貼り付けて小物入れとしてね活用できたらいいなと思ってます。ではゆっくりご覧ください。
はい、いかがでしょうか。すごくかっこいい、壁の部分がね、はっきりと立体的になると思うんですよね、このやり方すると。皆さんはどっちの色が好きですか。アートはもちろん風で描くっていうね、インクを垂らして、インクと無水エタノールの混ざり合いの楽しさを強調したりとかですね。ただどうしても描けないものもあったりするので、そういう時は小物を使ったり何かの道具を使ったりって言って、立体的にね、演出するということもありだと思います。はい、どっちが皆さん好きかな。私は、ブラックとイエローの方がとっても好きです。はい、では本当に今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、暖かくなりましたので、ぜひご自身の好きなアイテムを作ってぜひ利用してみてくださいね。ではまたお目にかかりましょう。